ロシア、ウクライナの双方にとって核使用、ハードルがさほど高くない意外な理由。プーチン大統領がウクライナ4州の併合条約だとする文書に署名。ロシアのプーチン大統領は9月30日、ウクライナ東部や南部4つの州についてロシアが併合すると定めた併合条約だとする文書に署名した。一方的な併合を宣言したことで国際社会からの非難は一層強まっている。東部のドネツク州とルハンシク州、南東部ザポリージャ州、南部ヘルソン州の4州だということです。住民投票とされるものから1週間余りで動きが早まっています。一連の特別軍事作戦に対する成果を出さなくてはならないということで、当初の目標に定めていたウクライナのネオナチ勢力によって人権が侵害されているロシア住民の奪還を目指したというところに帰結させる、その節目を作ったのではないでしょうか。大きな転換点は予備役の動員に踏み切ったこと。とても強引であり、手続きも拙速すぎると思います。大きな転換点になったのは、予備役に対して一部招集令を出し、30万人を確保するということです。転換点になったのは、戦闘地域における地上部隊、兵員があまりにも不足しているため、動員せざるを得ないだろうと。ですが、国内世論の反応を考えると、相当ハードルが高いため、プーチン大統領は躊躇してきたわけです。そうですよね。ロシアの強硬派を抑えきれなくなったか、権力基盤が揺らいでいる可能性も。しかし、踏み切らざるを得なくなってきた。もちろん、兵員が足りないこともあるでしょうが、もう一つは国内、あるいはロシア軍の強硬派を抑えられなくなってきたということです。強硬派を抑えられない。権力基盤がかなり揺らいでいるのではないでしょうか。なおかつ、一部の予備役に対する招集をかけましたが、その際、軍服は供給するけれど、寝袋や防寒具、医薬品の類は全て自分たちで用意しろと、そのようなことを説明の際に迫っている動画が流れてしまったのです。それを考えると、本当に戦える状況になっているのかどうか、言われた方としては、自分たちは捨て駒にされてしまうのではないかと、そう思いますよね。東ドイツが崩壊する前夜を見ているような現在のロシア。その一方で、国境を越えて国外へ脱出する人が増えている。新聞には、ロシアから20万人が国外脱出という見出しも出ています。一説によると、30万人とも言われていますが、このシーンは既視感があります。ベルリンの壁崩壊です。あの時も、ベルリンの壁を越えて、西ドイツサイドに脱出することが容認されていたわけではないのです。それを押しとどめるだけの警備が取れなかった。だからなし崩し的に流出していき、結果的に東西ドイツが統合されていき、東ドイツが崩壊していった。あの前夜を見ているような感じがしてなりません。あの時もハンガリーなどを経由してオーストリアに逃げるというような大きな流れがありました。人が動くということは政治が動くということになっていくのでしょうか。逃げない人は年老いた親がいたり、あるいは経済的な事情を持つ人たちでした。ロシアでも反戦、牽制ムードが高まっていくのではないかと思います。その火消しをするために今回の併合条約に署名したのであれば、プーチン大統領は自分の首を絞めている状況だと思います。ロシア、ウクライナの双方にとって核使用のハードルはさほど高くない。チョルノービリの経験からそれほど危機感がない。そこで取り沙汰されるのが核兵器を使用するのではないかという懸念です。エゾタさんのツイッターのコメントを紹介します。他国の介入を防ぐためではなく、ウクライナの反攻作戦を止めるために核の使用をちらつかせるなど、ロシアも落ちるところまで落ちた感といただきました。欧米はこの脅しに対してどう対処したらいいでしょうか。ウクライナの人と話をして驚いたのですが、我々にしてみれば戦略ではなく戦術核兵器であったとしても、第三次世界大戦の引き金に
なるのではないかと。だから使用に関してハードルが高いはずだと考えますよね。ところがチョルノービリ原発事故を経験している彼らにとって、戦術核兵器の使用もしくは使用されることに対してさほど強い危機感がないそうです。だから簡単に使ってくるのではないかというのです。ロシアがしかし、それによってウクライナサイドが恐怖におののくことにはならないのではないかと。そうなのですか。甚大な被害を受けるにしても、ウクライナの軍事基地すべてを破壊するためには相当な数の戦術核を撃たなくてはならない。果たしてそれができるのかどうか、ロシア国内でもそれを疑問視する声が軍事関係者の間で出ています。本当に撃てるのか撃てないのか。ロシア国内でも一発や二発ならいいですよ、しかし戦況を大きく左右するような戦術核の使用が本当に可能かどうかというところに関しては疑問視している声もあるそうです。双方にとって核を使うというハードルがさほど高くないということをまずは念頭に置かなくてはなりません。そうなのですね。その上で欧米がどういう手を打ってくるのか、一発使われたからといってすぐに物事が変わるとか対応が激変することはないのかもしれません。もちろん使わせないという抑止が重要になります。とはいえ、使用に関しては冒頭でも申し上げた通り、ロシアの強硬派が使用しろと圧力をかけていることは間違いないですね。冷静に考えれば割に合わない核の使用、それでも可能性はある。我々は広島や長崎の惨禍を考えると、都市に落とされた時に甚大な被害が出るという思いがある。一方で軍事専門家の方々に聞くと、広大な平野に展開している部隊に対しての核兵器使用ということになると、特に戦術核のようなものの場合、旅団クラスを壊滅させるのにも複数必要であるように、ピンポイントに甚大な被害を与えるというところが今回の戦争でどう左右するのかは別だということです。だからこそ須田さんがご指摘になった使用のハードルが低いのではないかという話になってくる。実効性という点で意識や精神に関して言えば相当なプレッシャーにはなります。ただそれが戦況にどう影響するのかを冷静に判断すれば、割に合うのかどうかというところになっていくと思います。それによって全世界的な批判を浴びることになる。そんな非人道的なことを行うロシアに対し味方するような国はおそらく出ないだろうと。そのあたりもプーチン氏は頭の中で計算しているのでしょうか。ただプーチン大統領の方針としては、一般市民の予備役の海外への派兵には抵抗してきた、それを一部強硬派によって押し切られたという点は少し心配な部分ではあります。核兵器は使用した瞬間から敵対勢力に対する抑止力を失い、敵対勢力から飽和攻撃を受ける口実となる。それは規模の大小やウクライナの都市に使用したか、平原にいるウクライナ軍部隊に使用したかは問わない。絶対に踏み出すべきではない線を越えたかどうかだけが問題になり、あとはエスカレートする一方になるリスクの方が大問題になるので、敵対勢力としては全滅を避けるために使用した側を徹底して攻撃する必要が生じるからだ。核兵器が使用されたら黙るということはありえない。問題はプーチンとその取り巻きがこの点を理解しているかどうか。さすがにこれくらいは理解しているはずだと期待したい。しかし万一理解していないとすれば、戦後のロシアは原形をとどめないほどの厳しい経済制裁と戦時賠償にさらされ、二度と領土的野心を実行に移せないように、かつ暴走する独裁者が登場しないように可能な限り細分化されるだろう。